デトネーションゲーミングのピラミッドです。既存選手の3名と新規選手の2人で5名体制でやるので、まあ、コウ選手の穴をその新規選手2人がこう埋めてくれるんじゃないかなというふうに思っているので、レイヤー選手は 1v1 にすごく特化した選手だなというふうに自分は思ってまして、ハネハネさんなんですけど、自作のデッキのハネハネデッキっていうのを持ってまして、昨年の世界一決定戦でハネハネデッキを真似されて使った方がいて、で、まあ、勝利も上げてて、まあ、結構やっぱタイムアウト取るってことは緊迫の状況ではあると思うんですけど、まあ、そこで何て言うんでしょうね、結構追い詰められる感じで言葉かけられるよりこうリラックスした状態にさせてくれるので、まあ、多少は効果あると思います。マッサージ師ですね。はい、まあ、昨年はまあ成績がまあよろしくなかったんですけど、今年は新規選手も含めてで、昨年1年通して既存選手のまあトロフィーっていうのも結構上がって、平均トロフィーっていうところで見ると日本のチームでも唯一7000、平均トロフィーが7000を超えていて、こう選手自体も 1on1 とか結構成長しているので、まあ 1v1 とかのこうぶつかり合いが結構楽しみだなというふうに。絶対勝つんで対戦よろしくお願いします。